さあ、クイズが画面が出てきました。みんな始めていくよ。じゃじゃん日本シュクイズワンステッパー2022年2月大会戦国時代特集<ー>今日はみんなに大人気の戦国時代。戦国時代が大好きな人は多いと思います。その分、ライバルも戦国時代が好きだから <laughs> みんなが強敵ですね。 さあ、早速始めていきましょう第1問。まだ名も言っちゃダメよ。まだ名も言っちゃダメよ。出しちゃダメよ。徳川家康が祀られている神社は ?1 番北野神社。2番伊勢神宮。3番広告神社。4番日光東照宮。さあ、どれだと思いますかタイミングを合わせて。3、2、1。 はい、顔の前に指を置いて、そのままストップですよ。はい,い。はい。はい。はい。よいしょ。はい。はい。ありがとうございます。はい。それでは見ていきましょう。深い,いやつがまつわれてる神社は、じゃじゃーん !4 番の二個東照宮でした。お、うん、全員正解ですか 全員ですね。この辺りはさすがですね。全員正解してきました。さあでは、では、このまま緊張の第2問に進んでいきましょう。第2問。しかもルールもちゃんとみんな分かったらいいや。第2問。邪馬台国の女王、卑弥呼は何時代の人うーって油断しちゃいけません。戦国時代、特集でも半分近くはいろんな時代から出ますよ。ででん。一番縄文時代。 2番、弥生時代。3番、古墳時代。4番、飛鳥時代。それではみんなタイミングを合わせて3、2、1、はい。はい、顔の前でストップです。でですはい、ストップです。はい。おいおいおいは はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、見ていきましょう。ででん、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 どどん。弥生時代の人です。<laughs> 弥生時代の最後の最後に登場してきます。ね。はい、こんな可愛い顔していたかどうかわかりませんが。では、第3問。じゃじゃん。第3問。織田信長が桶狭間の戦いの時に祈った神社はどこ 1>, 1番、熱田神宮2番、太宰府天満宮3番、本能寺4番、出雲大社それではタイミングを合わせて3、2、1はいはい、顔の前でストップです。は,い、はい、ストップ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 。はい、ありがとうございます。はい、で,では答えを見てみましょう。 以上、熱田神宮でした。タ田神宮ね。二 <laughs> の太宰府天満宮は福岡にあり。三の本、当時は死んだとこだね。四番の出雲大社は島根県にあります。ちなみに、これ、武将カード、ね。武将カード、もうすぐね、信田先生、新しく武将カードがもらえる新しい戦国時代講座もやろうと思ってるんで、そっちのもね、すごく楽しんで、戦国時代好きな人はね、ぜひぜひ武将カード集めに来てください。 なんかレアカードがあるらしいですよ。そうですねではでは第4問、ドドン。源頼朝のこの千鶴丸を生んだのは1番、北条政子、2番、大姫、3番、陸、4番、八重。さあ、それではタイミングを合わせて3、2、1、はい。 はい、顔の前でストップです。はいはい、はい。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 ありがとうございます。ね、全一致しましたね。全一です。じゃあ、見ていきましょう。全一致どどん。答えはいや,いやでした。これは難しかったですね。引、うん、っ掛け問題です。みんな今の大河ドラマ、鎌倉殿の13人は見ているかな見てる人 いないです、ね、なかなかあれちょっと難しいからね。お見てる人いたあれ、あれに出てきたんだけどな。実は源頼朝の奥さんで有名なのは一番の北条政子です。で、北条政子は二代将軍の頼家とかね。そういう人は北条政子が産んでます。ただ、いませんはいよ。はい。えっ、ー、と、この後、あと一問あるし、こっちの方が進んでいきますので、当選手はじゃあ次の問題は、 あの不正解ということになります。ねはい、はい。じゃあ、間に合わないのが一番やばい。はい、ね。はい。千鶴丸を産んだの。そして北条政子が一番有名な、ね、奥さんなんだけど、実は北条政子と結婚する前に頼朝とちょっと結婚して子供を産んだ人がいます。それが八重という人で、千鶴丸を産んだんですが、このあと八重と頼朝は別れさせられることになるんです。その後政子と結婚するんですね。 2番の大姫は源頼朝の長女、子供です。そして3番の陸は北条時政の奥さんですね。というわけで、これはちょっと難しかった。ちゃんとね、北条政子一番有名だからね、みんな知ってると思いましたが、きっかけ問題。ではではでは、次の第5問に。おお、当世主、終わんにやってよかった。早い。すごいぞ。早い。じゃあ、第5問に行きましょう。 どどん。豊臣秀吉が大仏を作ったお寺はいや、今日は神社お寺多めでお送りしております。じゃん。1番、本能寺。2番、本願寺。3番、遠暦寺。4番、宝光寺。それでは、みんなタイミングを合わせて3、2、1、はい。はい、顔の前でストップです。でストップです。はい はい、ストップですよー。よいしょ。はい。はい。はい。い。ありがとうございます。です。では、では、見ていきましょう。答えは、どどん。宝光寺でした。本能寺は信長が死んだところ、本願寺は信長が戦った相手、比叡山は信長が燃やしたところ。 宝皇寺は秀吉が大仏を作ったところなんですね。江戸時代の途中まで、この宝皇寺というところには大仏がありましたどどん。というわけで、なんかお寺神社が多かった気がしますが、ここで中間地点。はい、今日はい、集計は、OK、終です。はい、途中集計、四択問題の集計、はい、お願いします。四択問題は1問2点となっております。えー、っと、まず、えー <laughs> ハー選手、ソー選手、コウ選手、トウ選手が6ポイントで並んでおります。<laughs> そして、<laughs> ヒー選手が8ポイントです。おお、ヒー選手、2ポイント抜けてますね。みんなヒー選手をね。いい接点ですいしし。ヒー選手はそのトップを守りきりましょう。さて、ここからが問題の早押しクイズになります。さっき言ったように、チャットのね、 あの送らななきゃいけないけのでチャットはさ、文字まで自分で入れてて、最後にね送信ボタンだけ押すのが一番早いと思うので、まず何でもいいので、最後の練、ね、習、とりあえずチャット送ってください、一回。もう一回ね。何でもいいです。はい、全員来てそうですかごは,ごは,はい、全員来てます。全員来てますかはいはいいそれでは やっていきますよみんな、はい、もう分かったら問題の途中でも押して OK ですからね。あじゃあよく聞いててね、言葉からいくよ。<laughs> 第6問しん。武田信玄が作った堤防を何というおっ、高選手早かった。でしょあ,あ高選手どうぞ。信玄堤。ね、はい。 武田信玄が作った堤防。武田信玄は治水の名所でもありました。信玄堤といいますね。今も甲府の川のそばに残っています。こういった川のね洪水を防ぐのもあの武田信玄は得意だったんですね。戦だけじゃなくて。信玄堤といいます。第7問。太平洋戦争を始めるとき、日本はハワイのどこを攻撃した いーい選,いい選手です。いい選手です。ヒー選はい。太平洋戦争を始めるとき、日本はハワイの真珠湾を攻撃しました。一番下がハワイ諸島。拡大するとここの真ん中にパールハーバー、真珠湾というのがあります。ここを攻撃して、日本とアメリカの戦争が始まりました。はい。では、ガンガンいくよ。第8問。 ヘツゲ川の戦いで打ち死にした長宗我部元ベの子供は当選手。えっ、ー、と、長宗我部国え国ニああ、いい当て感じてますね。しかし、惜しかった、当選手。残念ながらね、この問題と次の問題は解答権がなくなってしまいます。はい、惜しかった。いいところまで言ってたよ。藤選手。藤選手、どうぞ。 これって質問なんですけど、これって、あの、投手の方ですか、長男の方ですか、どっちですかああ、長男だね。<laughs> こうときます。うん。こう選手ですよ。こう選手、どうぞ。どっちだろうな。うん、え 2>, か ?2 人もいたっけ <laughs> やばい、2人もいたっけえ長男の方がいるか。 できね、そろそろカウントダウンじゃないですかちょっと焦ってます。誰も知ってたっけって感じ。今日えったら、えっと、長っ壁信近はい、長宗壁信近正解です。長宗信この間ね信長、織田信長の信をもらったと。それでね、信近という名前になっています。長宗壁と根、ね、織家の最初仲良かったのもしょうあの象徴でもありますね。ただし、若くして亡くなります。22歳ぐらいの頃でした。 いいですね。すごいとこきますね。じゃあ、第9問。当、はい、選手は1回お休みです。第9問。100人一首の、安らわで、寝なましものを、さよふけて傾くまでの月を見しかなという歌の作者は誰でしょうじゃあ、字に出していきますよ。どどん。100人一首 安らわでねなましものを左右ふけて、傾くまでの月を見しかなという歌の作者は、カウントダウンいきますか。3、2、1。はーい。100人一緒ね。歌がいっぱいあるからね。なかなか1個出されてもつらい。これは、赤染名門という人ですね。えもんだけど、女性の方です。 難しかったですね。こういう時にね、勝負をかけるかかけないかというところも大事ですね。では、当選者復活でしょうか。はい、当選者復活です。はい、です、そしましまあの百人一首講座もやっております。とどさくさに宣伝。はい、ぜひみんなもね、百人一首講座で百人一首を楽しんでください。はい、じゃあ第10問いきます。いはい。第10問、ドラマにもなった女上手。 いいなお虎を裏切っておヒューおヒュー選手,選手,選手言葉で言ってほしいんですがどうでしょう すみませんあのは、はやとちりで、あの次、あれで大丈夫です。押しちまいあました。<laughs> ちょっとね、問題の構成が難しかったもんね。<laughs> はい、では、いいなおとらを裏切って、白からなおとらを追い出したのは誰字で出します。じゃん。ドラマにもなった同じ要素いいなおとらを裏切って、はい、白からなおとらを追い出したのは じゃあ、カウントダウンしますよ。3、2、1。はい、ここまで。じゃあ、ひい選手は次の問題。答え,い答えは難しい。小野道義という人ですねあ。これは難しい。簡単な問題は出てこないぞ。では、第11問。見ていきましょう。第11問。 島原のランの総大将はおう、当、はい、選手。おう、当選手。しかも打ち合わせはどういう意味でしょう <laughs> あの、天草四郎はい、そうです。第十一問。これはみんな悔しいんじゃないか島原のランの総大将は天草四郎。ね、松田時貞と言ったりします。天草四郎でした。この ね、早押しクイズ、分かってても押し負けると答えれないという厳しいルール、それがクイズ大会、戦いなのです。では、では、第、はい、1選手 1> 復活です復活して第12問。第12問。あけつ光秀と結婚した奥さんは誰、うん、おひいう選手。ひい選手じゃない<ん>一番の。こっちはひい選手が見えてます。<laughs> こっちには当選手は最初なんだけどなあ。じゃあ、まあ、ホストの私が優先ですか、ね。はい、お願いします、はいあ。あまりにもね、すごい近いとね、人によってね、出る順番が変わるんだよね、ズームってね。なんで、信田先生がこのね、はい、今日の司会なんで、ここに届いた順番で答える権利になります。はいい選手、お願いします。ひろこ。はい、そうですね。第12問、明智光秀と結婚した奥さん、明智ひろこと読みます。難しい感じですね。うん 明智博子でしたドラマ、キリンが来るでもね、いっぱいいっぱい出てきました。明智博子ちゃんでは、だんだんと最後の問題が近づいてきました。はい、第13問。はい、第13問。奈良の大仏があるお寺は当然、本名寺。本名寺。 ああ違いますね。法隆寺。法隆寺。あ、違います。法隆寺はね、あの、まあ、夢殿とかにね、観音像とかありますが、法隆寺、ね、聖徳太子の有名なね、綺麗なお寺です。ありがとう、どうせ。でもちょっとね、大仏とは違いました。次は、ひい選手。あ、ひい選手ですか<秘>はい。うん、そいはい、奈良の大学。ううどうした、そうせし忘れ 僕じゃないですかあそっちと順番違いますか、ね、そうなんですね。あそうなんですよ。あ、じゃあ、みんなほとんど同時だったんですね。野村、うん、先生の方は、当選手、非選手、宋選手の順番で来てるんだよ。ああ、じゃあ、宋選手の方には多分自分のが先に来てたんだろうね。多分でもねこれ、これ、ズームがね、どうしてもそうなってしまうんで、野村先生の方で、ちょっと総選手、悔しい思いしたかと思いますが、ごめんなさい、非選手が先なんです。 はい、奈良の大仏があるお寺は東大寺というところですね。大仏を入れるために、このような大きい立派なお寺を建ててます。ソーセージも分かってたかなね。よろしいね。<laughs> でもね、どっかでね、ちょっとね、ルーラー決めとかないといけないんで、ま、た次もソーセージ、頑張ってください。はい、そして、えっ、ー、と、当選手が1回お休みです。あ、そうですね。当選手、次はお休みになります。はい。第14問、残り十四2問。第22問。 小田原城の城主で豊臣秀吉に降伏した後、せおそ選手。お違います。問題がね、途中でしたが、この時点でコ選手も押してるかなで、ね、甲選手ぞ。ウ選手、選手どうぞ。

ミュートになってるよ。ミュートを切って,ておきましょう。徳川家康ああ、徳川家康は、ちょっと小田原城、ここは上司ありませんね。非精神、お願いします。なんだっけ王女氏康。氏康じゃないです。氏康さんもっと早い時代の人ですね。じゃあ最後までいきましょう。病人も答えちゃったもんね。<laughs> 小田原城の城司で、豊臣女子に降伏した後、切腹をしなくて済んだのは誰 残りは当選手だけかなトウ<や>選,選手1回休みです。あ、そうか、ここは休みか。うん、あじゃあ、ここまでになりますね。みんな1回どおり答えたので。はい、はい、答えはで、接続した方をね、ちょっと答えてしまった人もいましたが、お上司なおがここでの答えになってます。で,はい、では、最後の1問、もしかして当選手だけです,、はい、です選手だけが答えれるという、<laughs> まさかのミラクルです。ト選手、選手おゆるりと。 最後はゆっくりと考えてください。はい、第15問。さあ、第15問。ヒ前の熊と呼ばれた九州の大名は誰はい、どうでしょうリュはい、来ました。第15問。ヒ前の熊と呼ばれたね。ちょっとぽっちゃりした九州の大名はリュウゾウジなんとね、6人がかりでカゴに乗せて運ばなきゃいけないほど。 大きかったそうです。ああ、小説答えたかったよと悔しい思いが出てきました。その厳しさが大会、早押しクイズ大会なんですね。ということで、さあ、いろいろと厳しいこともあったと思いますが、ここで集計の時間になりました。島しうましま先生の集計をみんな待っててください。いじゃあランキングを出しておきましょう。はい、出ました。じゃあ合計いきますよ。 いいですか。はい、お願いします。この準備はいいですか。ドキ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 。続い<点>僕からの僕のまずはい、六、えー、ポイント獲得したのがハー選手、ソウ選手です。すおめでとうございます。ありましたー。そして八ポイント獲得したのがこう選手とトウ選手です。おお、同点が多いですね。す,す,す。はい。そして。 11ポイントを獲得したのが、ひー選手です。おめでとうございます。はい、という結果になりました。ひー選手はね、ちょっと1か月休みがあったので、ちょっとランキングにはね、ないにくいんですけれども、今日はそういった結果になりました。みんなすごい頑張ってきましたね。はい、もっと問題したい。そう、そんなみんなのために、これは毎月やってます。来月、再来月と、ちゃんと毎月やっていくんで、しかもね、毎月、 用事がある人のために2回ずつやっていってますので、チャンスはまだまだあります。ぜひね、何度でもチャレンジしてください。そして、来週、来月、何特集なのかチェックしていきましょう。ちょっと待ってね。えー、っと、古代幕末、この順番でいくと、来月は、おっ、江戸時代特集ですね。 どうかなみんな、江戸時代は得意かなパチパチしています。ね、パチパチする。全体の問題の半分、大体半分、8問ぐらいが江戸時代から出されます。もちろん残りの7問はいろんな時代から出るので、江戸時代を中心に勉強して、他の時代もね、ぜひいろんな本を読んで、来月もチャレンジしてください。今日1回やったからね、早押しも。 だいぶ慣れてきたと思う。早押しはね、やればやるほど上手になっていくので、歴史のね本を読むこと、早押しをね押すこと、どんどんね、いろんなこと上手になっていってください。<laughs> では、このポイントはね、<日>また活用されますので、次にもね、ね大,事に大事にしてください。そ、はい、の他、ね、えー、っね、ちょっと待ってね、結果発表はさっきしましたね。はい。はい またね、うちのワンステップの方では、最後ちょっとお知らせですけれども、あの毎月ね、習い事としての歴史チりクラブというのもやってます。またね、ホームスクリーンをサポートする昼のワンステッププラス、そういったのもやっておりますので、ぜひぜひね、あのワンステップにねあの、いろんな歴史好きな人はいろんなところにアクセスしてください。というわけで、今日ね、優勝したヒい,い選手も、悔しい思いをしたみんなも、ぜひぜひね、またチャレンジしてきてください。 じゃあ、はい、今日はみんな来てくれてありがとう。最後はバイバイで終わりましょう。じゃあ、はい、みんなありがとう。とういら最後はいありがとう。バイバイなら。おめでとう。さよなら。さよなら。ありがとうございました。はい